lesson before you, he's also in Germany. Oh, really? Yeah, really, really. So it's 7 a.m. Yes, right? Yes. 7 a.m. Yes, now.今日の夜にアウェーで試合があるので、板倉選手は昨日から全泊に行ってます。なので僕はその間フリーです。今日はこの後筋トレ行ったり買い物行ったりするんですけど、今日はエルゴジェニックエイドについて説明する動画を作ろうかなと思ってます。パフォーマンスの向上に直結するというか、パフォーマンスを向上させるために取るサプリメントみたいな。試合は夜の8時半からなので、8時半から試合して10時半に終わって、それから飛行機で帰ってくるので結構夜遅くなっちゃうんですけど、なんか軽く食べれるように、夜それまでに準備しといてっていう感じなので、夜は8時半から家で試合を見て、帰ってきてから食べれるものを用意しておくっていう感じです。やっちまった。4分。え、嘘でしょ。やばいやばいやばい。まあ、45分でなんだけど。44分。嘘でしょ。今日はエルゴジェニックエイドについてお話しします。エルゴジェニックエイドっていうのは、選手のパフォーマンスを向上させる効果を有する物質とか行為のことを指します。で、今回僕がお話しするのは栄養学的エルゴジェニックエイドです。ある特定のタイミングで特定の量を摂取することで、筋持久力、筋パワー、筋機能の回復っていうのを高めることで競技パフォーマンスを向上させることができるサプリメントだったり、物質、栄養素っていうのをお話しします。どんなものがあるかを先に言うと、カフェイン、クレアチン、ベータアラニン、硝酸塩、あとスポーツドリンク、ビタミン D、あたりが、栄養学的エルゴジェニックエイドに当たります。もちろん、まあ、僕は動画で何度も言ってますけど、普段の食事をおろそかにした中でこういうものを使ったところであまりいい効果を得られないと思いますし、まずは食事をしっかりした上でこういうものを取るっていうのが大事になると思います。そして特に競技選手の場合は一番大事なのはアンチドーピング、ドーピングに引っかからないものを選ぶっていうのが一番大事で、まあ、どんなものを取るか、どこが出しているものを取るかっていうのはしっかり確認する必要があると思います。特に今回紹介するのはしっかりと効果があるっていうことが高いエビデンスレベルで証明されているものになるので、これに関しては僕は信じていいと思うし、なんとなくいいよっていうよりもちゃんとそれは証明されている、もう僕はそういうものを信じて取り入れた方がいいと思っているので、ちゃんとおすすめできる栄養素を紹介します。今回全部を説明するのはちょっと量が多くて大変になると思うので、今日はカフェインとクレアチンについてお話ししようと思います。はい、まずカフェインについて説明すると、僕が選手時代にもカフェインについての動画は1本出していて、その時に割と詳しめには説明してると思うんですけど、疲労を感じることを遅らせることができるような効果があります。で、適切な摂取のタイミングと量なんですけど、だいたい競技開始の1時間前ぐらいに自分の体重かける3から6ミリグラムのカフェインを取るといいって言われてます。じゃあ取れば取るほどいいかっていうとそうではなくて、体重かける 9mg 以上を取ってしまうと逆に心理的に落ち着きがなくなってしまったりとか、パフォーマンスの向上効果がなくなってしまうので、タイミングと量っていうのはしっかり守った方がいいです。やっぱ普段からカフェイン取りすぎてると、あまり覚醒効果
興奮作用って得られなくなってしまうので、まあ、試合前とかは少し減らしつつ、そんな取りすぎないでいいので、試合の日にちょっと多く取る、競技60分前に多く取るみたいなことを意識するといいかなと思います。で、実際どれぐらいの量、例えばコーヒーやったり飲み物とか食品に含まれているのかっていうと、まあ、コーヒー1杯普通の紙コップっていうか、コップ1杯のコーヒーで50から100ミリグラムのカフェインが含まれてます。あとはまあエナジードリンクでいうと1本で、まあ、200から200ぐらい入ってるかなと思います。試合前用のゼリーと一緒にカフェインが含まれているものがあったりとか、まあ、カフェインを錠剤で取ることもできますし、そういったゼリーと一緒に取ることもできるので、僕も選手時代はコーヒーとあとはゼリーにカフェインが含まれているものを一緒に取ったりっていうのをやってました。体重かける3から6ミリグラムなので、例えば体重70キロの人だと210から420ミリグラムを60分前に取ると有効とされているので、コーヒー1杯飲んだだけじゃあんまり効果はなくて、かといってコーヒーを 2,3 杯試合前に飲めるかって言ったらそうではないので、結局はやっぱ錠剤サプリメント、錠剤だったりそういうゼリーに含まれているものを取るっていうのが一番いいのかなと思ってます。あとはまあやっぱり人によって合う合わないあるので、自分で試しながらやっていくことをお勧めします。続きましてこちらクレアチンなんですけど、僕は選手時代はクレアチンを取ってなくて今更になって後悔してるんですけど、僕もいろいろ調べたり勉強した結果、クレアチンほど高いエビデンスレベルで効果が証明されているものっていうのはなくて、選手時代に取っておけばよかったなっていうのを後悔しているサプリメントです。でクレアチン取るとどういう効果があるのかっていうと、高強度運動を短時間の休憩を挟みながら行うようなスポーツに適してます。スプリントして休んですぐスプリントしてみたいな競技のパフォーマンス向上につながるっていうのが、報告されてます。そういう運動、高強度運動をした時の疲労の発現を遅らせる効果があると言われてます。もちろん食べ物からクレアチン取ることもできるんですけど、やっぱり加熱したりしてしまうと十分な量取れなかったりもするので、まあ、サプリメントです補っていくのがいいのかなと思ってます。でクレアチンローディングの方法なんですけど、筋肉中のクレアチン濃度っていうのを高めてそれを維持していくっていうことなんですけど、クレアチンローディングのおすすめの方法は1日3から5グラムを1ヶ月ぐらいゆっくりゆっくり摂取して体内のクレアチン貯蔵率を高めていくっていうのが理想です。一気に1週間とかで1日20グラムとかを取ってっていうやり方もあるんですけど、それをするよりも、まあ、いろんなリスク考えるとちょっとずつ高めていく方が、いいのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、僕が選手時代にもよく選手間で言われてた話なんですけど、クレアチン取ると怪我が多くなる、特に肉離れ系が多くなるっていう話は聞いたことがあって、まあ、ただこれにはちゃんとした科学的根拠はなくて、まあ、本当にそれがたまたまだったのか、もしくはクレアチン取ると筋肉に水分量が増えるので、体重がやっぱり増えます。ちょっと 1,2 キロぐらいちゃんと水分取りながらクレアチン取ってるとやっぱり体重は少し増えるので、まあ、それの影響があるのかもしれないし、その時逆にクレアチン取ってたけど他の栄養素をバランスのいい食事ができてなかったりとか、他の栄養素が足りてなかったりとか、本当に運が悪かったのかもしれないですけど、クレアチン取ると肉離れしやすいっていう根拠は全くないので、そこは僕は心配しないでいいと思ってます。クレアチンはドイツ製と中国製があって、中国製のクレアチンは 100% ピュアなクレアチンじゃない可能性があるということで、ドイツ製のものを選ぶといいです。これもドイツ製ですかね。ドイツ製って書いてあって Amazon で買ったんですけど、あとはちゃんとアンチドーピング認証を得ているサプリメントを使う、それが大事です。僕も今クレアチン買って1週間ぐらいで、今毎日飲んでるんですけど、僕の場合は今サッカーはしてないですけど筋トレをしていて、今現役時代ぐらいまでは戻ってきたので、マッスルメモリーが戻ってきたので、ここからクレアチンを取ることでどれぐらいまたパフォーマンス向上するのか
っていうのを自分の体で今試しながらやっているところです。まだ多分そんなすぐに効果出ないと思うんですけど、毎日取り続けて、毎日今僕は 5g ぐらい取ってるんで、1ヶ月後2ヶ月後トレーニングしながらどれぐらい効果があるのかっていうのを実験してます。まあ、今カフェインとクレアチンについて語ってきたんですけど、僕も勉強中ですし、もしかしたら足りてない部分とか間違ってる部分はあるかもしれないので、そういうのあったら、あとこういうの知りたいみたいなことあったらコメント欄で教えてくれたら嬉しく思います。前にも出してるんですけど、僕がよく参考にしている本はこれなので、スポーツ栄養学ハンドブック、こちらの本に書いてあることを参考にさせていただいてます。ということで今から筋トレに行ってきます。有名なジャンプで、違うけど、これは日本から持ってきた、なんだっけ、保湿、なんだっけ、大事に使ってるんですけど、こっちで売ってるやつはカッサカサなんで、日本のティッシュはマジであると感動します。今日の夜ご飯、ちょっとタンパク質が足んないっすね。美味しそう。